らはメスのアザラシ、ナノハと言います。さあ、ナノハもしっかりとアピールをしてくれています。このアザラシとナノハは夫婦のアザラシなんです。さあ、ですがただいま仕切りを挟んで部屋は別々で暮らしてもらっております。なぜかと言いますと、実は今年ナノハの妊娠が分かりました。ただいまお腹の中で元気な赤ちゃんが育っています。順調にいきますと、出産予定は1月下旬から2月中旬と間もなくなんですね。さあ、とってもなんか体がただいま重たいので、なかなか陸に上がることができないかもしれませんが、皆様温かく応援をよろしくお願いいたします。さあ、それでは新しいの解説を続けていきましょう。こちらのドマフアザラシたちは大人になると体長は 1.6 メートル、体重は100キロにもなるとても重たい生き物なんですね。さあ、体重が重たいのには理由があります。野生のドマフアザラシたちは北海道より北のとっても寒いところで生活をしているんですね。そんな寒さから身を守るために体にたくさん脂肪を蓄えているので体重がとっても重たいんですね。さあ、向かって左側、嵐のトレーナーが体を触っていますが、とっても柔らかそうに揺れていますね。さあ、ナノハもトレーナーが触っていますが、どうでしょう、柔らかいの分かるでしょうか。さあ、そして寒さから身を守るための体の特徴、脂肪だけではありません。実は体全体に毛が生えていて、毛皮で寒さから身を守っているんです。さあ、一見つるんとして毛がないように見えますが、さあ、トレーナーが撫でると、向かって右側ナノハ、トレーナーが首元を撫でていますが、毛は逆立っているの分かるでしょうか。さあ、向かって左側、嵐も見せてくれていますね。このように実は細かい毛がびっしりと生えているんです。さあ、そしてゴマフアザラシ、名前の由来となったのが、この全身についている黒い点々、ゴマ模様なんですね。さあ、実はこのゴマ模様、毛の模様で、皮膚は真っ黒なんですね。そしてこのゴマ模様は一頭一頭違いますので、見分けるときに役立ちます。今日は嵐のナノハ見分けてみましょう。まずは向かって右側のナノハ、黒い点々模様一つ一つ大きくて、背中は真っ黒に見えているのが特徴です。さあ、ぜひ背中の色を覚えてくださいね。さあ、今度は向かって左側の嵐です。嵐は黒い点々模様一つ一つが細かくて、背中もきれいに模様が入っているのが特徴です。さあ、このように背中の模様でも見分けられますので、皆さんはぜひ覚えてみてくださいね。さあ、お客様が増えてきましたので、再度ご案内をさせていただきます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、咳エチケット、またマスクの着用にご協力ください。接触感染防止のため、ガラスには触らないようにお願いいたします。また小さなお子様がご覧いただけますように、前方の場所はお子様にお譲りください。また大人のお客様もご覧になる場合は、しゃがんでのご観覧ご協力をお願いいたします。さあ、そしてこちら狭い場所となっておりますが、感染防止のため、皆様一定の間隔を保ってご覧ください。向かって左右どちらのプールもご覧いただけるようになっておりますので、ご協力をお願いいたします。さあ、それではフィーディングタイムということなので、ここからはアザラシたちの餌の紹介もしていきましょう。野生のゴマフアザラシたちは、魚の他にもカニやエビなどさまざまな生き物を食べているんですが、名古屋港水族館では3種類の魚を細かく切って与えています。魚の種類はイカナゴ、ホッケ、そしてニシン。さあ、ただいまトレーナーが見せてくれていますが、小さく切っているのが分
アザラシたちが1日に餌を食べる餌の量は3キロから4キロほどと決まっています。さあ食べ過ぎると太ってしまいますからね。さあですのでそんな限られた餌の中でたくさん褒めてあげるためには細かく切って与える必要があるんですね。さあアザラシがどんなタイミングで餌をもらっているのかにも注目をしてみてくださいね。さあそれでは最後はアザラシたちのそんなトレーニングの成果を皆様にご覧いただきたいと思います。さあこれから可愛らしいポーズを決めてもらいましょう。まずは前足を使ったポーズからいきますよ。せーの、困ったな。ありがとうございます。皆様とても可愛らしいポーズ決めてくれていますね。このように前足で顔を隠すポーズを取ってくれています。さあ左右どちらの前足でも行うことができるんです。さあこういったポーズを通してアザラシたちの体調が悪くないか痛いところはないか確認をしながら練習を行っています。さあ片方ずつでもできるんですが今度は両方一遍に行ってもらいましょう。さあまた違った雰囲気のポーズになりますよ。それではいきますよ。せーの、恥ずかしい。さあ向かって右側なのかがまずは披露をしてくれています。さあ嵐もゴロンとひっくり返って恥ずかしい。さあこのようにひっくり返ってポーズを決める方もできるんですね。さあしっかりと今日は前足が動いていて痛いところもなさそうですね。さあそれではこのように日々いろんな練習を行いながら新しい人たちが餌をもらっている様子を今日は